ともかつファン必死。渋谷で解禁された紫輝くんの新ポスター。鮮烈な朝を彩る翔くんの新ポスターが登場し、ファンたちを歓喜の渦に巻き込んでいます。これはもはや噂ではなく、公式なもの。SNS 上に続々と広がる翔くんの最新ポスター画像に、コミュニティは大いに盛り上がっています。今朝、多くのアカウントが同時に SNS に翔くんの新ポスターの画像を投稿し、ファンたちは大興奮。 寒い中でも、翔くんの姿を見ることができると知って、心はウキウキと温かい気持ちに包まれています。以前は単なる噂だったことが、今では現実となり、ファンの感情は疑念から確信、そして誇りと喜びへと変わりました。朝早くから渋谷の宮下パーク入り口に並ぶファンたち、紫輝くんの新ポスターが解禁されるとの情報を得た瞬間、彼らは心踊り、寒さを忘れてその場に駆けつけました。 彼を待待ち望んででいいいたた期待が、いよいよ形になった瞬間です。紫輝くんの新しいポスターが登場したとの情報を聞いて朝からその場所へ急行紫輝くんの誕生日と同じチラ見せ顔にファンは感謝の気持ちを伝えていますそして桜製ママからはじわじわと満を持してすがすがしい人登場新しい時代が始まることにワクワクしていますとのコメントも寄せられています新ポスターには 真・清々しい人という言葉が添えられ、紫輝くんの魅力がさらに引き立てられています。彼の誕生日の名前の時と同じチラ見せ笑顔に、ファンたちは感謝の気持ちを述べています。紫輝くんの存在が、新しい時代の始まりを予感させ、コミュニティ全体をワクワクさせています。ファン同士のやりとりも賑やかで、桜製ママヤマアイメロさん、タロサなどが熱狂的なコメントを寄せています。地方に住むファンも、 外からおはようございます。地方民には無理なのでありがたいです。CM が楽しみですねとコメントし、距離を感じさせないコミュニケーションが広がっています。紫輝くんのポスターに隠れた彼の個性やカリスマ性にファンは釘付け、片目隠れていても、その存在感は際立っています。髪色の変化についてのコメントも多く、ミチル様が、目は紫てるくんって感じですよね。でも髪色が気になって、と疑問を投げかけ、 ファン同士で楽しみながら予想を膨らませています。ファンの中には、翔くんの魅力についてのコメントもあります。大好きな人だから、片目隠れててもわかっちゃうねというファンの声があり、翔くんのカリスマ性に心を奪われたことを示しています。みちる様からのコメントもあり、隠れているだけでもかっこよすぎだし、買っちゃうね。今日も素敵な日になりますようにと、ポスターの隠れた魅力に期待が高まっています。そして、 公式の発表を待ちわびる中、ファンたちは新たな時代の到来に胸を高鳴らせています。ミチル様が、これは間違いないよね。いよいよ解禁かなああわくわくすると期待を寄せ、ファン同士で新たな展開を共有しています。この新しいポスターがファンに与える感動と期待は計り知れません。まさにコミュニティ全体が一体となり、新たな興奮に包まれていることでしょう。 翔くんの魅力が広がり、これからの活動にますます期待が高まります。彼の一歩一歩に、ファンたちは心から寄り添っています。